こんにちは。こちらは東京ホームアプシの窓のエレンです。今日2回目でメガポテンシーを災害の支援の時に使うことを話します。皆さんは他に治療をしていらっしゃると思いますが、ホメオパチーを使うことも同時に考えられるのは、災害の時に問題が明らかなのですよね。今日は話をさせていただきたいのはアルニカです。これは少しでもホメオパシーについてご存知でしたら、誰でもアルニカを知ってます。前回にお話ししたのはアコナイでした。アルニカは一緒に考えられるのは、怪我した場合に考えるんです。災害の場合は、その怪我はどうしようもないような状態です。だけど、普通のアルニカの使い方は、そのまま災害の時にも考えられます。まあ誰でもこの打撲に怪我を受けた場合に使うっていうのは常識なんですけど、その広さが考えにくいと思います。歯医者さんの跡とか、手術後、産後に使いますね。捻挫にも使います。別に怪我でもあるけど、もっと広い範囲で使っているのね。目に物がぶつけて目が黒くなった場合にもアルニカを使います。アルニカは開かないと様子が違います。開かないとは怖いですよね。アルニカは恐怖のほかに、この感触が非常に重要となります。どうしてかというと、打撲のように平らなものにぶつけられたっていう気持ちになる。だからバスに衝突されたとかっていうような感覚を持ってます。感触を持ってます。で、ホメオパスがどういう気持ち、どういう感触ですかと聞くのは、ホメオパシーのインタビューによく行われます。そしたら、その熱を出した場合にもでもね、ベッドが硬くて打撲のように感じる、硬い、ベッドが硬すぎる、寝れない、アルニ、これは普通のアルニカ、誰でも知ってるようなアルニカ。メガポテンシーになるとちょっと事情が変わってくる。というのは、その気持ちが強いという気持ちが強く出るんです。泣くこともできない。我慢する。強いから。10代の子供のように強い。強くなくても強いっていう
ふうに印象づけられたい状態です。災害の場合にはだけこういう建物の下から人を出した場合にはその人は明らかに怪我してるけど、それを認めたくない、感じない、僕大丈夫と主張します。本人は自分が壊れてるって言えない、大丈夫大丈夫、そしてほっといてください。本当に支援が欲しくないかなと思われるような患者さんになります。これは別にそんなに怪我がなくても治療を受けたくないけど、明らかに問題があると分かる場合にも使えます。例えば私は老人の親の世話をした時に お医者さんに行きたくないっていうのね。そういう場合にはじゃあアルニカの低い度数を上げて少しその気持ちをなだめるためにじゃあ行きましょうっていうふうに説得しました。だけどアルニカは人との接触が欲しくないので逃げ出すのが何よりも先に考える。これは元気な人はそう考えるのね。動物もこういう逃げないで死んだふりをするとか、これはコオロギですよね。これは英語でパーソンって言うけどね、死んだふりに死ぬっていう、死んだふりをする。だけどこれは逃げるアルニカにとってはこれは逃げる術です。そして私たちはみんなCOVID の頃に人に触ってほしくない、人は怖いという気持ちはよくあったですよね。思い出しますね。これに関して私は昔何年前かな、普通のアルニカあげた時に患者さんに普通この粒、白い粒を水の中に入れてたくさんの粒がなくても何日も何日も使えるよと教えましたのね。しかし問題がそのレメディが気持ちよくさせるなら患者さんはそれを飲み続ける可能性があるのね。やめた方がいい時はわからないから、それで異常が起こりますね。アルニカは基本的には喧嘩するか逃げるか、逃げる方が先に考えるけど、いつもでも外との喧嘩があると感じているのね。そして病気になった場合には私は十分我慢できなかったからこういう弱い状態になったと自分を責める。十分強くないから自分を責める。それは常識に反するでもそういうふうに頑張ります。で、面白いことは一つのレメディはよく分かっている場合には、大体強いとかよく
使えるような症状は、極端から極端の症状が出るんです。正反対の症状が出ます。これは英語で polarity っていうのね。 polar opposites だり切ったりする。一人の人がそういうふうになることもあるし、この人はこっち側にいる、あの人はこっち側にいる、そういう場合もあります。で、アルニカの場合は元気な時は強い、頑張る、何があっても僕は大丈夫、私は大丈夫と主張します。でも弱くなると、これはまた面白い風に反対になる。他人が十分強くない、他人が弱いという風になっちゃうの。僕とか私はの話じゃない、他人ですね。英語で tough love っていうのは、このきつい愛の表し方ですよね。よくaddiction、このお酒をどうしても飲まなくちゃならないとか、麻薬にがいない場合にはこう tough love を使う。Tough love でなければいつまでも頼るという考え方あるんですね。これは Tough love の元の事情ですね。でもこの鳥は、小鳥を飛べって言って、全然訓練しないでもう飛べって言って、まあ大体鳥はそういうふうに始まるんですけどね、うん、大変だね。そしたら、アルニカのように自分にきついでも、他人にきつい、愛してるからきつい。よく学校で子供を叩くのは、罰を与えるのは、体罰を与えるのは愛情のためとか、私はあなたのことを考えてこうします、これはTough love ですね。これもっと極端になるとね、子供に虐待をするのね。こういう場合には、その虐待をするような人間が、その人 自身が問題あるんじゃないかと思います。虐待、虐待、あるいはその場合は、その虐待をする人は精神的な問題があるんですよね。あるいは全体の社会がこういう虐待な状態に落ち込んでくるっていう可能性も歴史的にありますね。この場合には心が痛みますね。この極端の場合には、アルニカも弱くなってこういうふうになります。前のビデオに悪内の感情について話しましたけど、今度は比較してみましょう。悪内とは、現実的な頭脳から反応してます。ちょうど動物が狙われて、動物が
鉄砲に撃たれるかもしれないと、怖いと、命がけになります。この怖さは、この原始的な頭脳から来るのね。自然の災害の場合には似たように怖いことがよく起こる。死ぬかもしれない。自分の周りの人が死ぬかもしれない。これは悪内の気持ちですよね。アルニカはちょっと違うのね。その怖いとか言うよりも考えるの、考えてることから反応が来るんですよね。アルニカの場合は新聞を読んでニュースを聞いて、ああこういう恐ろしいことは世の中に起こるからこうしなきゃなんない、ああしなきゃなんない、こういうふうに考えるんですよね。そしてまた考えによって、ああ十分我慢できなかったからとか、ああこれをやったから悪かったとか、そういうことに悩むのがアルニカの苦労ですね。これは患者さんの話なんだけど、小さい時に、小学校の時に、学校の後でいつも同じ子にいじめられた、ぶつけられたりなんかして、これはアルニカの打撲な気持ちですよね。でその加害者 の、 いじめっ子はね、その子のお父さんが戦争から帰ってこなかった。だからその子はお父さんがいないのね。そしたらアルニカが助けてくれた人はね、こういうお父さんのない子供に対しては反撃できませんと感じたの。だから毎日喧嘩で負けて家へ帰って悪い気持ちになったのね。もちろんこれは深い印象を与えますね。でここで怒ってるのは、その両親がよく発達されてるから反撃できない、考えることができる。ああこう父さんがいないような子供だったらこれはかわいそうと、そういう気持ちになったのね。だからアルニカは若い時に何かすごい怖いことがあったんだけど、実は悪内の怖さと全然違うわね。でその自分が自分にきついけど他人にもきついっていうのは、それはどうしてもアルニカは感じるのね。だから愛情は十分表すことができない。でも考えるから、ああ愛情も表すことができなくて、あ、後悔します。そういう複雑の良心が働きます。そして、厳しい親に罰を与えられると、
罰に対しても怖い思いをするし、その人が正しい原理で罰を与えたかどうかうっと考えます。だからこの考えるのが頭脳のこっちの辺ですよね。この現実的な反応じゃない、何かと悪ないの気持ちはかなり違いますね。今日の話はここで終わります。次はもうちょっとアルニカについて話しますけど、ちょっとアルニカの気持ちを理解していただいたでしょうか。これからもっと教えたいけど、人が集まればライブで教えられると思いますので、連絡してください。一緒に勉強したいならお願いします。こちらは、窓のエレンです。東京ホミヤプシからよろしくお願いします。